多重性を考慮したピーチの計算を ETR を使って行ってみたいと思います。使う例はこちらになります。3種類の新薬、新薬1、2、3と既存薬を比べます。この場合、6通りの対比較が存在します。それぞれを、例えば、これアウトカムが連続変数なので、それぞれを例えば、スチューデントの T 検定を行った場合、得られる P バリューはこのようになったと想定します。これに対して多重検定による P 値の調整をかけていきたいんですけれども、これは EGR を使って簡単に行うことが可能です。これは R を使って簡単に行うことが可能です。EGR ではないんですけれども、今回は EGR のエディターを使って、R のコマンドを少し書いてですね、計算を行ってみたいと思います。はい。まず EGR を立ち上げてください。今回はこの EGR のポイントクリックのオプションにはない手法を使います。ここがですね、EGR の中で R を操作するときのエディターになります。で、ここにですね、このレクチャーノートにあるコマンドをコピーペーストしていくとですね、これを一つ一つ R のコマンドで実行することが可能になります。EGR の画面に戻って、ここにですね、例えばこのようにタイプをしてみてください。これは p.adjust c.0.002。ここに6つのピッチをリストアップします。0.002、0.01、0.025、0.03、0.1、0.3。括弧閉じ、コンマ、メソッドイコール、ボンフェローニという風に打ってください。で、今から、これ、ボンフェローニの調整をかけます。ボンフェローニはやった数だけ掛け算しなさいよということなので、それぞれのピーチを6倍した数字になっていれば正解です。ハイライトして実行をします。そうするとどうでしょうか。0.002、6倍すると0.012、0.01、6倍すると0.06、0.025、6倍したもの、それぞれになってますね。0.3 に関しては6倍すると 1.8 になりますので、確率ですので、その場合は1と、返すことになります。同じように、じゃあ、フォルムの方法でやってみましょうということで、このボンフェローニのところをフォルムに変えます。はい。で、ここでですね、ハイライトをして実行としていただくと、フォルムの、ピーチが計算されます。フォルムに関しては、一番小さいもの、ピーチ一番小さいものは6をかけます。ピーチが一番大きなものは1をかける、調整しないということで、この真ん中ですね、2番目は、ここは、0.01 は5をかける、0.025 は4をかける、0.03 は3をかけるということで、調整をしていきます。0.025 に4をかけると1になります。0.03 に3をかけると0.9 になります。で、ここでですね、順番逆転しました。順番が逆転した場合は、この 0.025 に4をかけたもの、これと同じピーチで置き換えますということを、ここ 0.9 になるはずなんですけれども、順番が変わったということで、ここはですね、0.01 を使うという計算手法になります。0.01 は2をかけて 0.03、0.3 は1をかけるということで、フォルムの調整を行います。これもう一回ですね、こちらの、方法でフォルムについてはおさらいをします。ここですね、ここが 0.025、4かけたら1になり、0.1 になります。これ 0.03、3をかけたら 0.09 になります。ですので、これ一番ちっちゃなものから並べていますが、3番目が 0.1、4番目が 0.09 になることで、順番を入れ替えないといけないんですね。ただ、入れ替えた場合は、補正後に順序が変わるので、順序が入れ替わる相手の値で置き換えるということで、入れ替えますが、ここを 0.09、0.1 とせずに、入れ替えた相手、ここは 0.1 のまま、ここも 0.1 とするというのが、フォルムの手法になります。ここ少しややこしいですけれども、はい、ソフトウェアでも、同じような計算が行われていますね。その次ですね。はい、それでは R コマンダを使って BHFDR 法のベンジャミン・ホーチバーグ法をやってみたいと思います。ここに BH と入れてください。はい、そうしますと、はい、ベンジャミン・ホーチバーグ法で補正された、結果がここに計算されています。その次ですね。by と入れていただくと、ベンジャミン・ヤクイティエリの方法で
計算されたものがこちらになります。で、こちらですね、何としていただくと、そのまま調整されない、そのままの形も、まあ、アウトプットされますので、まあ、このように、まあ、いろんな手法を使ってですね、簡単に、R を使って多重性によるピッチの調整を行うことが可能になります。